こんにちは、赤ヶ瀬太です。今回はジャンプのグラブについて解説していきたいと思います。まあ初級、中級、上級かな、いろんなグラブの形があるんで、そちらを、ぜひね、真似してやってみてください。ジャンプを、上手くなってストレート飛べるようになって、ちょっと次のステップとして、ちょっとカッコつけれるグラブっていうのをまず覚えてやってみてください。ではやってみましょう。まずは初級グラブ、インディーグラブから紹介していきます。インディーグラブっていうのは右手でつま先側、両足の間、真ん中をつかむグラブになります。で、空中の形はこんな感じ。膝が曲がった状態で、膝と胸が近い状態でグラブをつかみます。で、目線っていうのは何も意識しないとこうやって落ちちゃうんで、しっかりこんな感じで前を見ます。こうじゃなくてね、こんな感じ、こういうイメージでインディーグラブつかみます。このグラブはすごい簡単なんで、ぜひやってみてください。両足がしっかり均等に引き付いていることもポイントになります。次に、やるグラブとしてはウェドルグラブ、左手で両足の間、こんな感じでね、掴みます。今回は後ろ足をちょっと前に出して若干やりやすいようにしています。こちらも同じで、両膝均等に、曲げてほしいんですけど、特に前の膝、前側っていうのをしっかりぐーっと胸側に近づいてあげると、こっちも出しやすくて、グラブがしやすいです。左手で前側ですね、ぜひ掴んでみてください。ウェドルグラブ。ステールフィッシュ、右手で後ろ側。このグラブは結構体が硬かったりすると、しづらいグラブになるんで、ぜひね、その場でまずやってみましょう。掴めるかなって、こんな感じでね、テールフィッシュグラブ、結構難しいグラブにはなるんですけど、そのまま手をね、まっすぐ後ろ側に落としてあげるようなイメージがいいです。間違ってね、こう反っちゃう場合もあるんですけど、反らないようにまっすぐ下ろすことがポイントです。次がちょっとレベルが上がって、テールグラブ、後ろ側です。このグラブのコツは、テールをしっかり近づけてほしいんで、後ろ足をしっかり強めに引きつけるんですけど、胸側に近づけるだけじゃなくて、膝をちょっとグッと入れて、こんな感じでグラブしてます。膝をグッと入れると、板がね、前に出て掴みやすくなるんで、ぜひ皆さんテールグラブやるときは意識してやってみてください。次のステップとしてノーズグラブ、ノーズグラブの場合はオーリー、ここのポンっていうところのノーズを最初から強めに上げておきます。下がることないんで、ずっと上げておく。で、さっきと同じ、膝をグッと入れてグラブする、こんな感じでね。で、手は伸ばすよりもちょっと曲げたぐらいのところで、ここら辺で掴めるとベストです。自分から掴みに行くと落ちちゃうんで、ここにノーズを持ってくるようなイメージでやってみてください。次が上級グラブ、 J
ジャパングラブ。外から内に入れて、まあ、つま先でもいいしビンディングでもいいんですけど、掴んだら反る。こっち側にグイッとグイッと反ります。こんな感じで。これがジャパングラブ。滞空時間がないとちょっと難しいんで、サイズのあるものでやるか、小さいサイズでやる場合はなるべくショートカットしてうまくやってみてください。手でグイッとやるのがポイントです。そしてトゥーウィーク。左手で後ろ側を掴むんですけど、これは好みで、ノーズ側、両足の間、これは好みです。で、掴んだら、ぐいっとひねります。ぐいっと。これもね、その場でできるかやってみてくださいね。掴む、手は下げときます。掴んだときは。上げちゃダメです。掴んでるときは、下げる。で、ぐいっと。これが、トゥーウィークリー。でジャンプのサイズによってグイッていくのもすごい難しくなるんで、最初小さいやつで軽くクイッと動きを覚えてからどんどんサイズアップしてひねる時間を長くやるのを練習してみてください。はい、こんな感じで初級、中級、上級グラブ紹介したんですけど、まずこの一個一個どんなグラブだったかなってこの動画を見て参考にやってみてください。そして全てやる前に触ること、触った後にどんぐらい小さくなれるかもやってみてください。こんな感じでね、この小さくなるってことが大事になるんで、そこから中級上級って形で空中に余裕ができて次のステップに行けるようになります。皆さんもぜひグラブ覚えていろいろトライしてみてください。ありがとうございます。